日常点検は1日1回運行前にドライバー自身が実施する点検として法律で義務付けられているとても重要な作業です。日常点検の項目にはここに示す通り全部で19の項目があります。日常点検は1日1回運行前にドライバー自身が実施する点検ですが、赤色で示された点検項目に関してはトラックの走行距離、運行時の状況などから整備管理者の判断により適切な時期に点検を行う項目です。点検に使用する車はこの大型トラッククオンです。確実で安全な点検を行うため車両は平坦な場所に置いてください。点検の順番は自由ですが、まずは外回りの点検から始めてキャブ内での点検といった具合に無駄の少ない動きで確実に行うのがポイントです。また運転席から離れる場合は他の人がエンジンを始動させないためにもドライバー自身がエンジンキーを抜き取って確保しておいてください。車両の下回りにオイル漏れや水漏れがないか、車両左右に傾きがないかを点検しながらタイヤに輪止めをしっかりかけましょう。前日の運行で異常があった場合、その箇所が完全に修理されているか確認します。ストップランプお願いします。ストップランプ OK。 タイヤの空気圧を点検します。まずはタイヤの空気圧をタイヤゲージを使用して点検します。タイヤの空気圧は1ヶ月で約 5% 前後自然と低下していきます。タイヤの指定空気圧は運転席側のドアピラー部に表示していますので、適正な空気圧に調整しておきましょう。タイヤ全体に亀裂や損傷がないか点検します。タイヤ全周にわたり釘が刺さったり石などの異物が噛み込んでいないか確認してください。特にリアタイヤの内側は傷が発見しにくいので注意して点検してください。亀裂、損傷及び異常摩耗のあるタイヤはパンクやバーストを起こしやすく危険です。タイヤの異常な摩耗について点検します。トレッド面を目視で確認します。ディスクホイールの取り付け状態を点検します。点検は目視で、ハブボルトやホイールナットが全てついているか、ディスクホイールに錆汁が出た痕跡はないか、ホイールナットからのハブボルトの出っ張り量に不揃いはないかを点検します。次に点検ハンマーを使用してハブボルトの接損やホイールナットに緩みはないかを点検します。ナットの下部に指を添え、ナットを叩いた時の音や指に伝わる振動が他のナットと違っていないかを点検します。点検ハンマーでナットを叩いた時の音や指に伝わる振動に違和感がある場合はナットが緩んでいる可能性があります。規定トルクで締め付けてください。近年大型車の車輪脱落事故が増加傾向にありますが、その多くは左後輪の脱輪によるものです。ボルトの錆の除去など特に念入りに点検してください。また脱輪事故防止のためタイヤを交換する際は適正トルクで締め付けるようにしましょう。タイヤ交換後は50キロから100キロ走行した後にホイールナットの増し締めもお願いします。エアタンク内に溜まった凝水を排出します。エアタンク下面にあるコックを開いてエアタンク内に凝水がないかを点検します。圧縮空気中には多量の水分が含まれています。その水分を除去するためにエアドライヤーが装着されています。排出したエアに水が混じっているようでしたらエアドライヤー内の乾燥剤が劣化していることが考えられます。速やかに最寄りの UD トラックスサービス工場で点検を受けてください。
ランプ類の点灯及び点滅を点検します。この点検は2人で行うとスピーディーにできます。点検をより確実なものにするために点検項目とその量比を声を掛け合って確認しましょう。ストップランプお願いします。ストップランプ OK。 テールランプお願いします。テールランプ OK。 ライセンスランプお願いします。ライセンスランプ OK。 さらに各ランプの取り付け状態やレンズに損傷や汚れなどがないか点検します。点検項目ではありませんが、衝突被害軽減ブレーキ用のカメラやレーダー部分に汚れはないかしっかり確認しておきましょう。パーキングブレーキの点検を行います。キャブに乗り込む前には床面、ペダル周りは清掃されているか、特に空き缶などペダル操作に支障をきたすものがないことを確認しておきましょう。レバーを戻した状態から駐車位置に引き上げた時、エアの排出音がすることおよびレバーが確実にロックされているかを点検します。エアープレッシャーメーターで空気圧の上がり具合は正常かを点検します。まずエアリザーバーのコックを全開にして圧縮空気をすべて排出します。エアがすべて排出されたらコックを閉めます。次にエンジンを始動しアイドリング状態で標準時間である15分以内に規定空気圧になれば正常です。ブレーキバルブの作動点検をします。ペダルが引っかかりなくスムーズに踏み込めること、また踏み込み後ペダルを離した時にエアの排気音がして完全に戻れば OK です。ペダルにフロアマットなどが噛み込んでいないことも確認してください。ブレーキの効き具合は良好かを点検します。この点検は走行しての点検となりますので、見通しの良い安全な場所で行ってください。低速走行でブレーキをかけた時に片利きがなく安定した状態で確実に止まれるかを点検します。以上で日常点検の作業は終了です。点検の結果は日常点検記録表に記入し、整備管理者の管理のもと保管してください。はい、お疲れ様でした。いかがでしたか。以上ご紹介してきた日常点検の項目は道路運送車両法の点検基準に基づいたものです。時間の許す限り日常点検項目以外でも水漏れやオイル漏れなどのチェックなど、なるべく多くの箇所を点検するように心がけ、安全で快適な運行につなげていただきたいと思います。